はい、ファミコンリミックスワンプラスプレイ実況第14回、今回も一人二役でやっていきたいと思います。今回もポイント制で勝った方にご褒美がございます。はい、では僕からいきましょう。まずくるくるランドだよ。くるくるランドいきます。絵を完成させよう。お、あ、上に前、はい、よし、オッケー。絵を完成させよう。よし、来た。いやー、これ難しいんだよな本当にこれやだ。え、完成形が分からない。早っ。これ本当にやだ。よし、ほんとこれやだほんとこれやだ。え、完成形は何さ。早いし、ここからまっすぐ行けばクリアか。よし、どうや。はっ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 は。ストレートでクリアしてやったぜ。星3つやったね。はい、1ポイント。選手交代。え、ドンキーコング3。はあ、あ、クルクルランド2つだ。アイスクライマーいきましょう。アイスクライマー4フロアまで戻る。この野郎。難しいだろう。難しいですね。さすがアイスクライマー。はいはい。はい、
はい、登れました。本当にこれはもう難しい、もう難しい。うん、はい、1ポイントです。選手交代、はい、行きましょう。レッキングクルー、あ、終わってる。レッキングクルー終わってるから、マリオ行きましょう。はい、強いクッパを倒そう。強いクッパ、ラスボスってことですか？ラスボスじゃないですよ、このよ、あ強いクッパって何ですか？後半戦だから強いクッパってことですか？そういうことですか？まあ、何もか、あ、びっくりした。あ、だ、あ、いきます。あ、この野郎、この野郎。はい、じゃあ選手交代。ダメですね、勢いに任せていくとね、ダメなんですよ、クッパは。クッパの一挙手一投足を見極め、そして、あれ、ぶつかってないですよ。はい、こうですね。これが正しいクッパの倒し方なんです。ちょっと危なかったちょっと危なかったですね。はい、まあこんなところですよ。はい、はい、星一つ、ほう、星一つ、ほう。またなんかクッパがいっぱい出てきますね。クッパ連戦ですね。選手交代しましょう。ああ、1ポイントね。はい、でゼルダの伝説、ノーダメージでライフを最大まで回復しよう。どういうこと、どういうことよ。こいつが出してくれるのかい。なんか違うマップに行かなきゃいけないってこと。ただの耐久レースじゃん、これこれただの耐久レースじゃないですか、これは。回復するまでの、お金もないし、やった、いけ。選手交代します。はい、まあやっぱこれは方向が有利ですからね、まあ、残念ながら私がいただきます。ハートを出してほしいです。あと1個、妖精、妖精来ましたね。はい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 、また私のポイントですね。どんどんいきますよ、これは。大快進撃じゃないですか。はい、選手交代。というわけで、もうやるゲームはほとんどないんですよね。アイスクライマー終わらせちゃいますか。アイスクライマー終わらせちゃいましょう。
敗したな。はい、あ、違う、コンドルに捕まなきゃいけない。まずこっちからだな。あれ、待って、でもこれか。難しいな。登れるんかい。コンドル、5秒しかない、5秒しかない。よし、来た。よし、クリアできましたね。これでアイスクライマー終わりでございます。はい、1ポイント。はい、選手交代。というわけでくるくるランドいきますか。くるくるランドも今回終わらせましょうか。あと2ステージなんでね。よし、やめてほしいね。敵が出てきた。あっ、今のタイミングでダメですか。難しいんですよ。選手交代。本当にこれはね、難しいんですよ。チャンスだったのに。はい、時間か、時間か。どうしようもないところに置いてきちゃったよ。よし、いった。いやー、よし、いったぞ。
1ポイント1ポイント選手交代しましょう。いきます。もう今回でクルクルランナー全部クリアします。絵を完成させよう。はいはい。はい、え、どこですか。え、あ、あ、間違えた。全然見えてなかった。最後ですね。これでラストです。はい、選手交代しましょう。いや、チャンスです。逆転のチャンスじゃないですかこれ。はいはい、来たよ来たよ、逆転だよ。一時はどうなることかと思ったけどね。いや、これでクルクルランドようやくクリアだ。あー、嫌だったクルクルランド。それでは選手交代しましょう。はい、というわけでリミックス2やっていきましょう。今3対4か。2ステージでいいかな。2ステージどうしよう、まあ、これいいや、これで時間内にゴールしよう。あ、これあれだ、すっげー時間ギリギリのやつだ確か。うわー、うっ、でもスターが切れないっていいですね。結構ゆっくりでも大丈夫そうでしたね。はい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 、私がワンポイントで同点になりましたよ。はい、選手交代で、次を僕がクリアすれば僕の勝ちということで、ご褒美は僕のものになります。バルーンファイツ、ちょっと待って、あそこでフラフラしてる 2P が。めっちゃ狙われてる、めっちゃ狙われてる。ああ、あいつもダメなんだ、あいつもダメなんだ。うわ、ちょっと待って、これ難しい。ちょっと待って、これマジで難しいんだけど、何なのこれ。はい、選手交代いきます。
こっちから。あ、めっちゃ狙われてる、めっちゃ狙われてる。無理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 だよ。ふざけんな、ふざけんな、なんだこれ、めっちゃ難しい。あ、え？よし、あいつを仕留めるだけだ。はい。うわ、厳しい戦いだったね。あれ？今選手交代しました？星集めるとどんどん出てくるタイプなんですね。ちょっと待ってください。どこまで行くんですかこれ。次の目標が380で大丈夫これ。はい、というわけで、はい、ファミコンリミックスワンプラスプレイ実況第14回、はい、私の勝利で収めることができました。それではまた次回、バイバイ。メインチャンネルもよろしくお願いします。はい、というわけで、今回の動画が面白いと思っていただけたら、グッドボタン押していただけるとありがたいです。嬉しいです。というわけで、今回のご褒美はこちら。仮面ライダーふわちょこもなかでございます。はい。メインチャンネルとのコラボですね。はい。仮面ライダーふわちょこもなか、いただきます。うん。これはね、本当に美味しいんですよ。本当に美味しいけど、結構食べてますからね。60個近く食べてますから。はい。これ食べ終わったらまた開封しなきゃいけないね、うん。メインチャンネルで見ていただいてる方はね、うん、やっぱり、なんていうんでしょうね、このふわちょこもなかね、僕がどれだけ憎んでるかっていうのね、分かってる。憎んではいない。当たってくれれば全然もう憎むとかするのないですから。はい。それではまた次回、バイバイ。